すべての生物には寿命がある。今日は俺も予定があるからラーメンは無理だ。だからラーメンに行くなんて一言も言ってない。おっと、ね、危ねえな、気をつけろ。さっきからなんだこのナレーションは。え、過去にも話したが、僕がメガネをかけているのはとある力を封印しているのだ。石化した生物は復元能力も引かず、24時間経たないと元に戻らない。ってことはカイドウだけじゃなく、そいつらも不審があるということだ。この手しかないか。見てんじゃねえよ、よろずか。キャは覗かれた側のセリフだ。うわ、マジかよ、こいつの呼んだのかよ。で、俺たちに何させようってんすか。隠蔽工作だ。トリスカは粘土をやってほしい。アイウラはカイドウに一日なってくれ。あのさ、私こいつとほとんど喋ったことないんだけど。大丈夫。おお、兄ちゃん悪いな、遅くなって。しかし怖いくらい完璧に粘土だな。あいつがやりそうなことなんて手に取るように分かるんすよ。そうか、さて次の問題はこっちだ。岡崎、はい、カイドウ、チュリース。おい、こら、やる気あんのか。真面目にやってくれ。マジ、テストがあることは事前に知っていたからな。周りの人とは極力接触するなよ、ややこしくなる。チューピッピじゃん。え、チュー、夢原さん、同じ塾だったのか。でも実際大変ですよね、女性の人っていろいろとさ。それ持っててあげますよ、下から。あ、もちろんいやらしい意味じゃなくて。どうしたんだ、リックン。やれやれ、粘土をカイドウが元に戻るまであと20時間。その間の代役をやってもらったが、触れもしない胸とどっちが大きいか、小さい脳みそでよく考えてみるんだな。あれ、いつものリキ君に戻った。これがいつものなんですか。確かにいつものだな。何をしている。いや、あれから盛り上がっちゃってさ、どっちの体が細いかみたいな話になって。やばいやばいやばい、まさかこんなことになるなんて、もう告白しちゃおうかな。旬に比べれば貴様なんぞ。何、何なの。今日のことは全て忘れるんだな。どうせ旬のやつも今日の記憶はないだろうがな。なんか粘土そっくりのおばさんが突然現れて。粘土母。あ、いや、この人は違うんだ。こうちゃん、新しい彼女やるわね、こうちゃんも。いや、だからこの人、この人はただの仕事仲間で。はい、私彼氏いるので。ごめん、無理だけど。冷た、何、やだ、雨漏りしてるじゃないの。とんでもないに止まった。違和感なく周囲に溶け込み、何事もなく学校生活を過ごした。何事ありすぎだろう。そして、あれ、今メガネが壊れ。どうかしたか。いや、見間違いか。最近お前なんでそんな。僕も死ぬほど疲れたから、今日はラーメン無理だな。突然だが、動物と話してみたいと思ったことはあるだろうか。少し感度を上げれば、人以外の生物の心まで覗くことができるのだ。知らない方が幸せだ。ジュー、なんだ。止まれっちゃうね、我こら。もう少しで吹っ飛ばされてお堀様になっとったで。ああ、鬱陶しい。わかるか今の。まったく気の利かんやっちゃな。やれやれ、面倒だな。あ、エアコンの効いた部屋で片手餌が運ばれてくる、あの緩い日常に。素直になりすぎだな。さっき返す言うたよ。僕が無理というのはなかなか珍しいぞ。チュッチュ、分かっとるやろ。まいでグッズ展開寝ろとんのやろ。売り上げもとっとこ走ったろ。なんだって、この僕は猫にゃんだから。にゃー、めちゃにゃいにゃー。バレのようなブサイクが入ってける隙間なんかあるかも。お前の家知ってるけど、もう教えてやらん。何やって、それほんまか。見覚えないな。ただその隣の家にはめっちゃ見覚えがある気がすんね。ほざくな。ないの、飼い主。ちゅー、次は逃がさないようにね。ありがとう、えのきださん。やれやれ、なんで僕が。カイドウのやつが家まで連絡してきて仕方なくだ。行きなさい、クス。悪いな、悪意ばっかりして昨日あんまり寝てなくてな。なるほど、それでか。入れよ。おい、粘土、最近来たぞ。ああ、遅かったじゃねえか、アイブ。悪いな、遅が。眠そうだな、久保安。どうしたんだ。早な、さっき外で見たぞ。すまんすまん、気がついた、寝ていた。違う、なんだろ、貴様ら。大事な年越しだぞ。もし寝ても誰かが起こせばいいしよ。シュン、やべえな、これ下手したら全滅するぞ。一度寝たら目覚まして起きるレベルの睡魔じゃねえしな。ああ、もうやめだやめ、ちょっと冷たい水で顔洗ってくるぜ。なるぞ、泳ぐして脳を活性化させるぞ。それのせいで眠いんだろう、お前。ダメだこいつ、マジで何やっても全く起きねえ。日々の習慣って怖いな。一人ずつ順番に仮眠を取らないか。じゃあ、けはい、おやすみ。え、嘘だろ、まさかあのまま寝てしまったのか。夢ってことは、あれは予知夢。はい、もしもし、カイドウ君から電話よ。眠いから無理って言って。今年は静かに過ごせますように。あ、佐伯くんいた。佐伯くん、神、今年もいい仕事お願いね。やはり今年も神はテレハスさんの味方か。そんな当たり前のことに人は失って初めて気づくのだ。こち亀が終わった。2016年9月17日そんなバカな、嘘だろ。父さんの会社な、倒産すんだ。父さん無職になっちゃった。だいたいなんでこんなでかい家に住んでるんだ、まったく。なんだって知ってるだろ、クースケがくれたんじゃないか。このまさかこち亀が最終回なんてね。もういいよなんてね。倒産したんだって、どんまい。カメラ名です、いかがですか。
僕たちはとんでもない人を父に持ってしまったね。何も言うな。いやー、わったわった。まあ大体こんな感じだよ。舐めないって言ってたけど、すごい舐めてたね。これが僕の15年の社会人生活で身につけた唯一の技術だ。キツナメアが巷で広まり大ブームに。その要因はクースケが白神フレキシに書かせた漫画全自動キツナメマシンさ。口に足を入れるとベロが回って靴をきれいにしてくれるんだ。豪快すぎて笑いが止まりまへんな。そしてどこかで見たことある眉毛になってる。靴ペロくんは僕の会社の商品だから。それに会社も畳んで売り上げも全部別の会社に投資して使い切ったし。なんだお前、靴舐めるの下手になったな。丸く収まってよかったね。どこが丸いんだか。優勝するぞ。本当は学校を休むつもりだったが体育祭か。くだらんな。ハチマキずれてますよ。そりゃてめえは運動音痴だしな。ゲヘヘ。大丈夫、全体で勝てばいいんだ。最初のプログラムは男子 100m 走です。やれやれ、早速僕の出番か。今いいか、少しスピード落とそう。狙い通りだ。最近君の相手はみんな陸上部の部員だったんだよ。次の種目でなんとか逆転しなければ。ついに俺様の出番か。違う、僕だ。テルハシさんとの二人三脚。沢下くん頑張ろうね。あ、絶対勝とうね。はい、位置についてよーい。借り物競争だってよ。誰がやんだよな。お前だ。そういや俺っちか。おお、いけそうだぞ。こっちに来るぞ。あ、ちょっとそれ貸してくれや。これか。お、佐伯。お、佐伯君。佐伯。お、相棒。これは今すぐつなげ、大統領にだ。あ、意識が戻ったみたいだぞ。ごめん、やっぱ大丈夫だわ。まあしゃあねえ、相棒がこんな時に体育祭なんてやってらんねえよな。みんな、まずいな、力がうまくコントロールできないぞ。月くらいなら軽く破壊できただろう。だがその力を次第にコントロールできなくなっていった。とはいえ制御しているだけで成長を止める力はない。全くコントロールが効かない。まだ具合悪いんか。早退した方がいいんじゃねえ。佐伯くんの分も頑張るぞ。3組ファイトは。ただでさえ苦手な体育をこんな体の状態でやるとは。おっとまずい、こんな体調でサイコメトリーなんてやったらどうなるか。あ、3組すげえ。これが僕ら3組のパワーさ。マジっすか。これは僕の覚悟の問題だからね。おいおい、負けたら3組男子全員丸刈りだ。やっぱりこの流れか。飛んできた球をカゴの真上で一瞬止めて落とす。おっと反則なんて言うにすぎる。4組は100個。我々は頭を使ったの。袋を使うのが禁止なんてルールブックには書いてないからね。それは賭けよ運営。遠藤くん早い早い、ビリから一気にトップに。すごいぞ。僕はこの順位のままゴールする。佐伯くんすまない。先に仕掛けてきたのはそうだ。坊主は免れたし、よしとするか。おはようみんな。丸刈りは勝ったじゃん俺ら。オフ。顔やめろ。お前野球部入ったのか。いや助っ人だ、明日試合があんだよ。粘土が野球部に迷惑かけねえよう見張ってやんねえとな。野球部といえば佐藤博だ。部員足りてないんすか。ああ、今粘土を入れてぴったり9人しかいない。だがいいチームだぞ。あとはあいつがいれば完璧なんだがな。あいつ、いやなんでもない。じゃあ自由に見学してってくれ。どうやら9人集まったようだね。校長先生、もし一度も勝てなかったら野球部は廃部だ。なんだ。展開まで出た。そいつが去年他校の生徒と暴力事件を起こしたね。なあ、ベタな事件。あいつはそんなことする男じゃないと俺は信じている。俺たちの目標は1回戦を突破することじゃねえ、優勝だろうが。ベタなセリフ。よし、あの夕日に向かってダッシュ始め。ベタというか古典的だ。キャプテン、キャプテン、頭に直撃したぞ。誰か救急車。そして試合当日。さあ行くぜ、戦いの時は来た。それが昨日の夜右手を突き指しちまったらしくてな。マジかよ。しかも5本とも言ったらしい。俺にはそれを持つ資格がねえんだ。何があったんだよ。ちょっと待っ、よし、キャッ、あ、来たぜ、大手高校のお出ましだ。 あいつら全員に行くんだ。どうなってるんだ。おめえにしちゃ賢いじゃねえか。そうか、この試合こいつらはもう絶対に勝てない。なぜならベタのルートから外れてしまったからだ。負けたら敗部にキャプテンの怪我。もしこのままベタ通りに進んでいたらこの試合ベタ展開。粘土が助っ人に入ったからか。いや助っ人自体はベタだし違うだろう。キャプテンの事故で僕が代わりに入ったからか。無理よ試合なんて。話してくれ、キャプテンの俺が行かないと。ここからが2時間もかかるわよ。昨日キャプテンが話してた暴力事件を起こした元エース。俺たちの夏もここで終わりか。諦めるな、待て。またファール。待っていたぞ阿部。ピッチャー交代だ。よし、これはなかなかのベタ展開になったな。どうしたの阿部くん、すごいけどこんなストレート投げられたっけ。阿部くんって球種の多い技巧派だったのに。しゃあ逆転すっぞ。あー、ピッチャーの目の前に。もうノーアウト満塁だ。よし、いい感じにベタってきたな。キャプテンのバットを使わせてもらうぜ。 ベタだ。あー、あれ俺が持ってきたバットなんすよ。そのあれ剣。粘土を待て、振るな。もらって。一方大手はエース阿部のピッチングに苦戦。
そして4回の裏が終わり13対4というわけで、ここから先は打たれまくる。出た、スタート反応できない。反撃の始まりだ。アウト、アウト、お、スリーアウトチェンジ。いらっしゃいませ、何名様ですか？あ、10人です。おー、腹減った。一度に置くな、網の温度が下がるだろ。それと焼肉のベタ1。どうしたの松谷？とはいえあれは焼肉のベタ4。一理あるかもな。もうレイ、俺は盗塁を出しろ。あ、勢力をなんでここに。焼肉のベタ6。でも本編見てないからその技知らない。よし、ペースアップだ。いいのかよ。あの球、地区大会3回戦で阿川が見せたファイヤーボール。光ったの、仕留めそう。食べた。結局お前が食うのかよ。お会計139,600円です。そしてベタなオチと、なんだこのダークマターは。それはお前が焼いてた肉だよ。こっちもベタなオチだ。ごちそうさま。そわそわ。何も外で待ってなくてもいいじゃありません。ではくるみたちかしら。もしもし佐伯だが、どちら様かな。おじいちゃん、俺俺孫だけどわかる。いやじゃが本当におじいちゃん大好き。間違いなくクソじゃ。スマホゲームに400万も課金しちゃってさ。金じゃとあのクソが信じられん。今行くぞ。ちょっとお父さんどこ行くんですか。あなたたち今お父さんと電話した。え、いやさっきかけたんですけどすぐ切れてしまった。なぜわしを誘ってくれんのじゃ。見てみ、ウルトラレアじゃ。落ち着け。なんじゃ、誰もおらんではないか。もしもしわしじゃ、金は持ってきたぞい。どこにおんじゃこのクソボケ。サイコメトリー能力を応用すれば通信先の特定など朝飯前だ。これはもしかして。ない、金が消えたら。これ落とし玉じゃ。と言ったら相手は一人しかいないな。ああ、絶対車にあると思ったのにな。クンスケか。最近詐欺が流行ってるから。でも悪ふざけが過ぎたよね。許してくれる。イエーイ、みんな久しぶり。クースケくんが帰ってきたよ。一人増えて余計うるさくなったわ。そうだ、言ってやれ、迷惑だとな。はい、夕飯できたわよ。みんなが来るから久しぶりにガチで作りました。食べとくれ、どんどん食べとくれ。うーん、脂が乗ってプリプリじゃね。あとおじいちゃんにもお土産が。わしだ、来た。そうか、ありがとう。ってお土産は。そうなのか。てかおじいちゃんたちに会うの久しぶりだろう。あ、今日お祭りなんだ。わしのお土産の話が完全に流れ落ちた。懐かしいな。お待たせ、おじいちゃん。もう、似合う。あ、まあ、ジロジロみんなバカ。ならお父さんは留守番してていいわよ。くそ、現地集合でいいんじゃないですか。それじゃ絶対来ないでしょう。おじいちゃん何に興奮してたんだろう。でもこれで全員車に乗れるね。お前は鬼か。このしょっぱい感じよく覚えてるよ。今時ここまでしょっぱい祭りもなかなかないよね。しょっぱい連呼するな。一体何しに来たのだ。祖父母の顔を見にわざわざやってくるタイプじゃないだろう。そんな警戒しないでよ。いきなり勝負を挑んだりもしないって。全く信用できんな。何言ってるかわからないけどやるってことだよね。勝ったら教えてあげるよ、何しに来たか。仲良くないわね。はい、じゃあルールを変えよう。あの一番でかいぬいぐるみを落としたら僕の勝ち、ね、あれはこの銃じゃ無理だろ。ファイヤー。やれやれ、危なかった。まあいいか、勝負するチャンスはこれからたくさんあるしね。またそのうちやろうね。また。もしもし、お父さん、クースケちゃんがうちに住みたいって言ってるんだけど平気よね。ね、イムちゃんってさ、彼氏いるの？3年の倉持先輩子、ね、好き。あ、おう、ぜねえよバカ野郎。いつかあの女をギャフッと。あ、やっぱり勘違いだったのかしら。大変だ。あ、イムちゃんいた。話があるんだけど今いいかな。知り合いなんか。イムちゃん学校はどう？友達とかできたかしら。まあ多少は。でも私は友達より彼氏が欲しいな。2年のサイキクソン先輩って人なんですけど。なんちゃって。人を好きになるのに理由なんていります？理由なんて決まってるでしょ。それにほら、サイキくんって潰れた銀杏みたいな体臭だし。むちゃくちゃ言うなこの人。テルハシ先輩はライバルじゃないってことですもんね。あー、いつか来るかな。これは全て計画通りだ。僕はあの子をわざと泳がせたのだ。晴れて僕はこの学校の女王から解放されるのだ。佐伯先輩、あの、じゃあ私のことどう思いますか？いいじゃん、来た。ついに、ついにあの女に勝った。あれ、こいつこんな格好良かったっけ。言えないよ。あって、いらっしゃいませ。やれやれ、僕の行く場所に先回りするのはやめてもらおうか。当然よ、ちっちゃいました。これだから超能力者は困る。僕には関わるなと言ったはずだが。え、なんで待ってたかって。ちょっと待ってよ、マジ好き。めんどくさいのが増えた。はぁ、なんでこいつらにそんなのことしちゃってんすか。だからうるさい。誰と話してんだよ。ローズピンクのティーバッグ、あんたが今履いてるパンティーさ。当たりだよ、勝負パンツだっつーの。体を貸すことと引き換えにパンツの色を教えてもらったんすよ。そこまでして聞きたいだろうか。わかりますけど、何か。俺を弟子にしてくださいっす。昔これ知らなくてガリガリ君を予知で3連続当てたら次の日軽トロに跳ねられたかんね。 PK 超能力トリオの中で最弱の面汚しは誰かってこと。どうしたの。おい、
ゴキブリだ。うわガチだ。でもちきりすぎじゃね。あ逃げやがった。こっちに来ることは見てたっつーの。いやごめんごめん、先週殺虫剤焚いたんだけどな。勝負はお預けっすね。そう、はあ、気持ちいい。気持ち悪い声出して何の騒ぎ。とんでもないやつだ。まったくクー君のいつものいたずらよ。許してあげて。そうだ、クーちゃんにもやってあげる。いや僕はいい。なにこれ。どうしたママ。ものすごく硬いわクーちゃんの肩。うわなんじゃこれ。そもそも思い当たる節がたくさんあるな。うん、してないよ。行くぞ。金属音。しかも木刀折れた。だこれもダメみたい。なんだ。ねえ刺したの。それダメだろ。覚悟はいいか。気持ちよさそう。よしこのままいった。床は抜けた。悪くないが少し弱いな。よし次はどの岩でやろう。もう一回くらいやれば肩もかなり。やれやれあと少しだったのに。あ肩こりが治ってる。何？重りから解放された気分だ。溢れ出ちゃダメだわ。現在の天気は曇り、午前中から雨になるでしょう。これはアレルギーで猫を飼えない両親にあいつが送った猫型ロボット。 AI と音声認識機能で軽い日常会話程度なら可能です。僕はクニアルパパだよ。よろしくね。おっしゃってる意味が分かりません。まず右前足の一番左の肉球と下の肉球を順番に押す。これを2回繰り返すと機能でも嬉しいよ。よしよしキュッとして可愛いやつだな。クニア君が私たちの体を思ってつけてくれたのね。採血して血液検査もできるんですって。怖いよ。やらないよ。撮影した画像は全てアップロードされ世界中の人が見られるらしいわ。シーディーのとこ猫語に変化して歌ってくれるの。こんなのただの家電じゃないか。こんなの僕のペットじゃない。子供かあいつは。追ってくれ。どうせそれもプログラムされた行動の一つなんだろ。雨だ。あ、そういえばさっき天気予報で言ってたっけ。ということがあってな。パパそれよりお仕事いいの。忘れてた。めんどいから言わないでおくか。今から帰れば十分間に合うな。おっと危ない。こっちの道はやめておくか。ご遠慮します。佐伯くんいないな。ご遠慮します。そもそも僕にお礼をしたいなら今日は放っておいてほしい。帰れない。まずいことになった。車で待つ。下駄箱にカイドウ。佐伯くん見かけなかった。じゃあ俺も手伝います。校内全域にテルハスさんと愉快な仲間たち。仕方ない、あれで行くか。透明人間だ。とにかく気をつけて行動せねば。すっきりしたぜ。一応テレビの前のお友達のために僕の姿が分かるようにしよう。どうしたの。みんな集まってくれたのは好都合だ。今帰りすか佐伯さん。バカお前。いた。透けてりゃ何でも見えるのかよ。どこだ佐伯。なあお前あげた。いやあげてねえよ。そこまで親しくないし。嬉しい。まさか武田君たちにお祝いしてもらえるなんて。それでえ何何何かあるの。どういかね。俺の誕生日の時は何もくれてねえだろ。いやそれさ俺微妙に心当たりあるんだよね。今日誕生日だよね。これどんぐり幸運を念じといたからよかったらお守りにして。本当に大したものじゃなかった。どんぐり一つでこんなにたくさん帰ってくるなんてね。マカロンだ。ありがとう千代。私これ大好きなんだ。うん、どうもあざ。誕生日おめでとう。確か今日だよね。そうなの今日なの。それでそれでだよね。よかった。ダンベルだ。思う存分力をつけてくれ。チッ下打ちはやめろ。お誕生日おめでとう。実はちょっとしたプレゼントを持ってきたんだけど。これカニの身を取るスプーン、あとカニハサミのセットなんだけど。取る方。それはさすがに引くよ千里。やっぱさっきの返せ。そういう態度のやつに当てたくない。俺もあの子たちや両親に私の誕生日の時くらい貧乏を忘れて笑って過ごしてほしかった。ポケットに入れてたメラさんのどんぐりのお守りが割れてる。ありがとう。さてと僕も何か買ってこないとな。くそー頼むよ。おじいちゃん家まで瞬間移動でささっとさ。後でスイーツ買ってきてやるから。しかしなぜあいつはこんなところに住むことにしたのか。また既読するか。まったく突然やってきて何か言おうかな。弟よ聞きたいことがあるのはこっちの方だ。確かにこの変化は僕のせいだと思うけど僕は村人に危害を加えたりは一切してないよ。パワードスーツを。おばあちゃんとても喜んでね。電球じゃないのかよ。クースケちょっといいか。なんじゃクソ来ておったのか。サイボーグじいちゃんどうかしたの。でもこのスーツすごいんだ。この通り100キロの箱もこのスーツなら軽々持てるんだ。大丈夫かおい。ああ大丈夫だ。問題ちょっと機械化してる。おばあちゃんならここにいるよ。やれやれまたあそこか。んここにいるのか。あらクソちゃん久しぶりじゃない。よく来たわね。おばあちゃん若。やれやれ仕方ない。こうなったら僕一人でも止めて。思えばあいつと一緒に住んでいたのは随分前だ。
あいつも少しは変わったのかもな。 あれか届けてくれてありがとう。中見た。あーすまんクースケ、すぐ拾うから。いやいいよ。さらに別紙に記述したパワードスーツを装着させることで思考停止を促す手段が効果的。またそれを身近に触れさせることでクースケ待ちなさい。さあわしの体が。コントローラー貸せ。今日の体育はスポーツテストを行う。僕が最も気を使う日、それがスポーツテストだ。連れてますぞ。すげえだな。強力なライバルが現れた。運動神経の総合力が試されるスポーツテストだ。巨乳のまま粘土 51.8m。 最近向こうが盛り上がってる今のうちにやってしまおう。誰も見てなくて助かった。おお63キロ粘土の握力84キロだったさ。 84! もう一周しよう。順調順調。うわぁ、いや違うのだ。これには深いわけがあってな。それは地球を一周してしまってな。正確には一周と6メートルな。小学生か。粘土34センチ。あ邪魔だ俺。いや取れ。おはよう65センチ。うわー勝ったぞ。いやそれで嬉しいか。せめてもの情けだ。な何長座大前屈のカイドウさん。出せ。僕負けた。上には上か。いるなら見てみたいもんだ。100円。拾ったのか。交番ならあっちにある。天使と悪魔か。おお、あの100回ぐらいあるところか。どんなにでかくはないが最近も行くだろう。やはり何か妙だ。ここまで繰り返されれば誰だって気づく。この違和感の正体はおそらく悩んじまおう。100時間くらい。もちろんです。この数字の意味。ありがとうございました。しかし何の数字だ。よく見たら街中にもあるじゃないか。おいメガネ、ここで会ったが100年目。テルハシ兄、さてこの間の件を100秒以内に説明して。何で僕が言うんだ。俺の頭の中はココミが 120% だぜ。マジラブ 2000%。 こいつイライラする。あ、自伝100万部突破おめでとうございます。出してたの R100。 皆さん出てた。100人の道も一足からだ。あたが100巻のこの足が変えてみせる。次は百瀬お願いします。100回オーランのこの時代。もうたくさんだ。100個100回100体100曲。ジャンプの連載でも99周目だったし、アニメでは20周目だ。あつか誰だ今の。オルファナストーリー102、100円だった。これの隣にあったやつも気になったが、その力でオルファナを征服、リミテッドエディションを目論んでいた。それを阻止すべく国王はオルファナの人々はその力をエクセルと名付けた。マインドで統一しろ。うん、最初からな。サクセス。よし、ようやく先に進んだな。だが奴らの隙にはさせないぜ。マーシャルの名にかけてな。おい、握手もできねえってのか。さてはネクロソフィアの仲間か。お互い生きて帰ろうぜ。お前のことは知らん。さあ来やがったぜアンちゃん。はぁ弱っ、にって。なんでだ、マジか。せいエクセルでとどめを刺してやんな。負けるか。エクセル。よし来た、セーブ。コントローラーがボロボロになってしまったな。直しておかないとな。なんでこの画面。あ、コードがつながって。エクセル。長らくお待たせしました。まもなくバタフライサーカス開演いたします。準備はいいですか旦那。今会場で流れてる声は旦那が喋っとる程で進行してるんじゃ。僕はジャグリングが得意なんだ。行くよ。ここだ。それははどうだい、うまいだろ。こうなったら仕方ない。浮く。ほうなんどうだい、驚いただろ。続いてのニュースです。負傷者は意識不明の重体を含む24名。僕の予知が外れることはない。このままだと大事故は間違いなく起きる。おお旦那、あれは見物ですぞ。なんだ。一輪車に乗って目の前のロープを渡るんじゃ。僕がやるしかない。どんなだ、あのタックトップがやるんじゃなかったのか。すごい、あれさっき大きいよ。すげえ。空中曲芸の花形じゃ。二人乗った状態から下の人間が飛び移るやつ。やったーなこいつ。またさっきのビールだ。なんだよあいつは。肉が見たい。人間どもの泣き叫ぶ声が聞きたい。人間食べたい。人間を。復讐しろ。さもなくば。それどころか人に襲いかかりそうな勢いだもんね。何？いつも通りだったのか。病院から帰ってきた時、ロビーで緑とばったり会っちゃったんですよ。あんたがあんなことできるわけないってもともと気づいてたみたいですけど。意味がなかったらと、もう一度病院に戻してやろうか。ハイナモンが落ちてきたのに奇跡じゃの。これは泣くのそれくらいで。でもこうしてこうすると。僕が何とかしなくても結局うまくいったじゃないか。まったく飛んだピエロだ。板野より子、俺と同じ2組の女子っす。かわいいでしょ。興味ないな。誕生日は12月3日。おかげで今では彼女の体にあるほくろの数まです。これが法で裁けない悪か。わかりました、じゃあ自分でやるっす。その代わり邪魔しないでくださいね。今がチャンスだぞ。見張ってないと彼女が危険だろ。まあいいっす。出会う女全てに手を出し48股した挙句女に刺されて死んだっす。切り替われるのか。当然俺の意識はありますよ。あれ鳥塚くん。あーやばい、我慢できない。キスしたい。
そう、確かに一見冴えない少年ですが、こいつの生前はすげえんすよ。こいつのモテモテフェロモンがあれば絶対いけます。よし行くぞ。さっきはごめん、ごめんなさい、ヨリコちゃんの気持ちも考えず急にあんなこと。レンタロウがすごいのか、ヨリコがちょろいのか。大丈夫ヨリコちゃん、もう完全にないわ。ラブコメのお約束だな。もしここが漫画の世界なら、俺は背景にひっそりいる脇役さ。あんたもさ、話があるんだ。お待たせ、アイウラさん。ん？ああ来たし。何すんの？わかんない。やれやれ、全く厄介だな。超能力者というやつは。ジオピッピ全然いねえよ、運命の相手。候補あと何人いるの？この学校呪いでもあんのかな。呪いではない、僕が近くにいるから見えないのだ。うわそうだ、いやもしそうならオーラヤバすぎじゃね、激ヤバプンプン丸じゃね。まだ使うんだ。あ早速誰か来たよ。うお髪ピンクじゃん、バイブス上がってきた。あ佐伯くんだ。あ誰って？よし、これで僕は候補から外れた。帰ろっか。どうやら完璧にごまかせたみたいだな。見えるようになった。いやあんた思想が出てるんですけど。ジオピッピいや救える、僕は間に合った。過去最高に危なかったぞ。今の佐伯クソ、ちょい待ちちょい待ち、いねえし。別に瞬間移動して戻ってきただけだ。瞬間移動って何？はあ何スプーン曲げ、そんな手品。スプーンを無線だ、曲げるなんてレベルじゃねえ。で今この件は所内にしとくわ。でその代わりっつうかよ、ちょっち頼みがあるんだけど。屋上から落ちる夢見ちゃってさ、完全に死んだと思った。ねえごめんねチョピッピ。まあ初見はぼっちの陰キャそのものって感じで、まじないポエピーナッツだったけど、歯見えて S っぽいし、なきにしもあらずね。こちら神だが異常はないか。うわキモ、今度はどうしたの。おい得意の占いで夢原さんの死因を見ることはできないのか。はあ、あんたこそ運気を急激に上げる超能力とかねえのかよ。あったら僕はこんなところにはいない。そして早くも次の悲劇が来た。チョピッピ後ろしろ。僕が乗っている。なんで？念のため瞬間移動先をこのおっさんにしておいてよかった。あれが私の運命の相手、サイキックスを。すげえ男だ。こうなるから嫌なんだよ。今日は1ヶ月後に迫った PK 祭の出し物を決めたいと思います。だったら展示とかにしない？それなら当日は自由だしさ。じゃあこの石を展示したらいいんじゃね。ナイス。いいじゃんそれ。そんなんで完全燃焼できるのかよ。魂燃やしてけよ。キリが悪いから5万枚にしよう。1人1389、1ヶ月あればいけるよ。じゃあ他に案のある人いるかな。はい、千羽鶴とか冗談じゃねえ。何かな。男子かメイドの格好するの面白そう。すねげ剃るの。おい君たちそんなんで完全燃焼。よしじゃあ他にある人。かけよ。よしならかけて。貴様らゾンビの恐ろしさを知らないようだ。カイドウいたんだ。やがてじわじわと追い詰められ、ゆっくりゆっくり遅い動きで襲いかかってくるのだ。手っ取り早く決めてやろう。まんま連れに。なんだそれだ。3組の出し物は隕石と皇帝にあった面白い石点だ。チーズ。取り付かっか。もうすぐ文化祭っすね。3組は何やる。そうですか。一緒にバンドやりましょうよ。やるわけないだろ。俺も楽器は何もできません。まあボーカルなんで問題ないっすけど。その態度は問題ありだが、そんなことに僕が協力すると思うか。ああ修学旅行大変だったな。この僕に脅しか。一人ごとっすよ。いやしかし崔さん何でもできるんですね。当然だ、だがバンドに参加する気はないぞ。捕まりたくはないけれど貸してよ。うお完璧じゃねえか。すげえよ、完全に花井夏樹だってよ今の。あんなもの適当に見よう見まねでやっただけだ。当然聞くに耐えない。そう、一応もう少し練習しない。ねえタッケ、さっきあんだけ完璧だったんだから大丈夫だよ。伝説作るぜ。あエントリーナンバー5番、1年1組美しのマリコです。でも今のが最後の出場者だぞ。これで全出場者の自己 PR 終了です。あれ本当だ。皆さんとても綺麗で甲乙つけがたいです。あ行こうか。そうだな、じゃああのカフェに入ろうぜ。そうだよし入ろう。あのお化け屋敷カフェにいよう。合体するな。キエーおーすげえ姫、どんだけ怖えんだ。あおやピンだ。いやそれ違う。驚かせて目向かせてやるぜ。おいリアルだな。おいお母ちゃん。やれやれ学校行事はこれだから面倒な。なんだこれ。どうだ似合うだろ相棒。返せバカ。あしまった。僕が普段かけているメガネは僕が見た生物を石化してしまう能力を封じるためのもの。まあ一日経てば石化は解除される。石になっている間の記憶はないとはいえ、いいからメガネを貸せ。あこら何をするんだ。よしこれで能力は封じた。瞬間移動で僕の家まで運ぶ。もしもし警察ですか。
人を殺めました。この場合なら時を戻して元通りにできる。おお、すごいな。なぜに粘土、よく掘れたな。こんなのまずいことになったぞ。最優秀クラス出し物は3組に決定です。すげえ。じゃあもう一回壊れたら終わりだな。あ、指折れちゃった。もし死なれでもしたら 2% くらいは僕の責任だから。ほら降りなさい。どうだ、参ったか。うわ、倒れる。おい、入ろう。聞いたか、うちが最優秀クラス賞だって。僕もそこが疑問でね。あ、佐伯くん。すげえな、その石像誰が作ったの。佐伯くんだろ。身を挺して石像をキャッチするなんて作者でもなければできないよ。佐伯の精神が心配だな。こんなことなら割れた方がマシだったな。さて、僕が超能力者だとバレないよう今日も頑張る。最強超能力者。バカめ、引っかかったな。なんだあいつ、まだやってるのか。この俺ちょ舐めてんじゃねえぜ。それあれだろ。お、粘土でもさすがに知っていてた。おい、カイドウ、デマ流すなって松崎がおめえのこと探してたぞ。貴様か。うわ、ま、それやったことか。おかふくか。失礼しました。やれやれ、危ない危ない。さっき散々嘘ついてたくせによ。この魔の封印されし右腕にかけた真実だと誓う。おう、何してんだ。上田チビ、ここだここ。俺はこんなまっすぐな奴を騙して。なんだこのおだん。おお、危ないチビ。お、こうしてきて、ピタッスタッだ。ピタッスタッ。俺たちのピタッスタッ見せてやるぜ。こっからじゃ普通に落ちたようにしか見えなかったっつーの。はぁ、お前ビタスレスト見てねえのかよ。うわ、ビタビーム。やれやれ、これで借りは返したぞ。こくっちゃいなよミーコ。無理だよ。トリツカ先輩、今度映画見に行きませんか。早まるんじゃない。まあ、ある意味佐伯さんのおかげっすかね。大丈夫かい。幽霊ですが、マッシュルーム部屋に丸眼鏡。僕に体を預けてごらん。誰だお前。俺の体に憑依した小松さんは憑依。佐伯さん、今の動きわかりましたか。俺はこの能力で世界一のモテ男になります。確かに口寄せは便利な能力かもさ。変わってくれよ。うん、俺の出番はまだか。まあ慌てんなっすよ。面白い話か。じゃあ昨日見たエロ。おい、モンテカルロ、もういいから変わって。やらなくていいから。どうなってる。変われないぞ。お前の体じゃなくなったからだ。え、佐伯さん。やだ、じゃなくて、あいつ女の子ドン引きさせてるじゃないっすか。少しだけだよ。わーちゃん、わーちゃん。終わった。人間になってもいいことばかりじゃないぞ。佐伯さん、そのおっぱい本物なんすか。お前も天に帰れ。実は佐伯さんに相談があるんすけど。部活なら僕は入らないぞ。本当は普通にどっか入りたかったんすけどね、なかなか入れてもらえなくて。入部希望者集合。女子バスケ部にも断られ。てめえはディフェンスされる側だろ。他にもいろいろ回ったんですが。ちょっと間接キスしてみ。オカルト部怪しい。食いついてる食いついてる。あんなポスターで本当に来るのか。やっぱまだダメか。いや、あそこにいるぞ。あの、オカルト部に入部したいんですけど。悪魔を召喚する儀式に6人の生贄が必要なため入部希望です。ようこそオカルト部へ。どっち。オカルト部か。俺の名は漆黒の翼。カイドウくんじゃないわ、偶然びっくり。お、しらじらしすぎるだろ。ここは俺のハーレム、オカルト部っすからね。すいません、退部します。カイドウくん、こっちで別のオカルト部作らない。面白い。やだ、怖い。鑑定が悪名で、アムザラ、ゲルアエロエラ。下がってどうする。まったく余計なことはするものじゃない。これは恋に違いないっすよ、牧野アリスちゃん。今日の調理実習はクレープ作りだ。授業だし真面目にやらんと。この班に若干の不安はあるが。わーから入っちった。ちゃんと両手でやらないと。もしかしてこいつら。次はかき混ぜた卵に薄力粉を適量入れて。適量ってどれくらいだ。一人でやるしか。バターを丸ごと。あれ、なんか光ってね。それ金属ボールじゃん。スタルならちょうだい。それよし、気を取り直してもう一度石からやってみよう。んだよ、難しいのはむしろこっからじゃねえ。真ん中に来い。それじゃ分厚いんじゃないか。そこはうまく広げんのよ。だがそれじゃ粘土に負けたことになる。あれ一回やってみたかったんだよ。ダメだ、カイドウか。熱くなれよ。魔界のおやつみたいになっちまったじゃないか。ほらよ、粘土特製ツナマヨクレープでいい。おかずクレープか。サイキクスを。クラスでは目立たずおとなしい生徒のようですが。 TRHS 会員番号521番。我が女神に近づく者は誰だろうと排除する。サイキクスを排除せよ。相変わらず美しいな。心が浄化された。サイキクおはよう。今日あいつも会員なのか。違う、待っていたぞ。手荒な真似はしたくない。話をしようじゃないか。あれは入学式の時、俺は奇跡にもテルハシさんの隣の席で握手をしてもらう。テルハシさんへの思いが強すぎて浮かび上がってきたのだ。嘘をつくな。これも説明してもらおうか。まさか取られていたとはな。ブーストのか。粛清だ。バットスベーシェイク。自覚してるのか。総会長、こんなゴミのような野郎でもテルハシさんの
子供の父親。俺たちはそれでもココミンズを続けていくぞ。粛清しろよ。あら、シュン君、今帰り？お帰りなさい、ママ。そうだな、今日はちょっと空気読めよ。あれと、まあ全部どうでもいいわ。ここがシュン君の部屋よ。床ででんぐり返しできる。する必要全くないけど。いいこぶっているわけではない。一般人を巻き込まないため。あーてめ、何やってんだこれ。エロ本探してるに決まってんだろ。まあねえよ、そんなもん。つまんねえの。じゃあこっちの棚探しょ。この子少し引っ込み思案なところがあるから、なかなか大変だけど。志望大学は。おばちゃん面白いな。おば志望大学ってなんだそりゃ。今はこれのこと。発情期のせいもあったのだろう。プシーちゃんと交尾がしたくてたまらないにゃ。お前人間だったらそのセリフ完全にアウトだぞ。まずサイがプシーちゃんに絡むにゃ。そこへ僕がタイミングよく止めに入り、そこまでにゃ。おとなしくしないと怪我するにゃ。かわいいチョウチョウ。え、変態だわ。誰か助けて。いやちょっと早く誤解を解いてくれにゃ。客観的には全く誤解に見えないぞ。やっちまった。力加減を忘れていた。なんか素敵なお方だったのかしら。あの日からずっとあの方のことばかり考えて。おはよう。やべ、超眠い。昨日遅くまでゲームしててさ。おはようよ。大ちゃん大変っす。なんだ一号。うちのクラスにとんでもねえ奴が転校してきました。そうきたか。あの鳥塚くん。あっちか。いたたたた。大丈夫？はい、あれはもはや能力者の息っす。アンラッキーひーちゃんはものすごくついてないんです。とにかく昨日のホームルームのことです。あ、結局入りやがった。すでに満身創痍だったんです。どうしたのその怪我。また30分前の回想。確かに転校初日に交通事故は不運だ。席に向かう途中うんこを踏んだり散々でした。その前に教室にうんこが落ちてる理由を説明しろ。二人にかわいそうなところないでしょう。お前が隣の席とか不幸そのものだ。世話係を始めてすぐに気づきました。彼女の不運は近くにいる他人をも巻き込むんすよ。やっと現在。まああいつがどうなろうと知ったことじゃないが。やばいぞ、なんとか理由をつけて逃げないと。もう気づいてますよね。そりゃ気づいてますよ。君がアンラッキーだってこと。私が私だってこと。いや違えだろって言いたい。けど言ったところで余計救いがないからいいに決まって。待って、それ俺が持ってくよ。でもついでだから。ひーちゃんは教室に戻ってて。ちょっとコーヒーゼリー食べてて遅くなったが。大さん、どうやらマジでヤバそうだったんだな。あんなんでも死なれると犬身が悪いしな。やべえわ。え、てかそれどころじゃねえ。なぜ SNS にあげた。わあ、撮った写真私にもください。そう、オーラ消して。しゅん、とにかくこんなところにいられるか。俺は自分の家に帰るぞ。次に死ぬやつのセリフじゃねえか。まあ思想が出ても死ぬとは限らないけどね。ニトログリセリンです。たくさんあったので持てるだけ持っていこうと。あれー、ちょっと待って、動かないでストップ。え、なんでですか。危ねー、落としたりしたら大変だったよ。もう大丈夫ね。よかった。相浦さんと佐伯くんって言うんですね。私は昨日2組に転校してきた鈴宮ひーです。ひーちゃんも何か困ったことあったら2人に相談するといいよ。キングボンビーなすりつけてどこに行く。さすがに無理か。じゃあ鎖運動だけ触らせて。やめろって。うわ、あれだって言ってるだろ。いい加減にしろ。無理っすよ、もうファイナルデスティネーションの世界じゃないっすか。ニコ、なんだか本当に仲良くなれるかも。仲間意識持ってんじゃない。例えば家のテレビのリモコンとか、使う日じゃないのに体操着とか、さっきの薬品とか。何持っていってんのてめえ。くしま、噛んで人は死ぬ。何とかしてくれよクソ。僕の体に触れてくれ。いや、厳密に言えば風邪もひくがすぐ治せるのだ。パイロキネシスで体温を上げてウイルスを一気に殺せばいい。自分で何とかしな、しこれがめっちゃ。パソコンとゲームが。うるさい、後で全部元に戻してやる。無差別どころかペンポイントだろ。早く飲まないと。俺らくしゃみするとこちゃんと見ろよ。なぜ。うん、やっぱ出ねえわ。いい加減にしろ。やってしまった。何が爆発した。人気のないところで瞬間移動しよう。待てよ相棒。粘土をなぜついてくるんだ。おい、大丈夫か。どこ行くんだったか。これなら一発出せ。それが原因か。おう、待ってろよ、今出すから。やばい。でどこ行くんだよ相棒。
悪く思うなよ、お前が悪いんだ。しまった、なんだ今の音。ムズムズ直射。花粉に救われた。ねえ聞いた？音楽室の幽霊の話。何それ。話は聞かせてもらった。幽霊ならお任せっす。絶対だわ。スイさん、じゃあ助けてください。なんか夜の学校ってワクワクします。よし、音楽室に行くぞ。はいっす。そこまでっすよ。このピアノを弾いているとなぜかとても落ち着くから。生前の持ち物や。人に迷惑をかける幽霊を霊能力者として見過ごせないんです。そうだ、俺んちまでお願い。ほんの少しでいいからさ、おいで。ああ、本当に少しでいいし。何やってんすか。ああ、処分するんだって。妙な噂もあったしね。佐伯さん、一生のお願いがあるんすけど。あいつにしてはまあまあいいことしたな。すまん。